これいいですね。そう、香港来たのってですね、実は正直売り上げをとかですねっていうのはあんまり考えてないんですよね。どっちかっていうとそのマインドですね、本質のところをちょっと変えないと、もうこのステージから上に行けないと思って、もうほんと本質を捉えられるようにと思って、まあ、自分自身を見つめ直すのとともに、もう一段上の方々と、いろんなお話をさせていただき、次のステージに行きたいなと思ってきてるところがありますんで、もう皆様にこう買っていただこうとかお金をいただこうとかじゃなくて、お金とかはですね、まあ、どちらかというと、まあいただけるもんならいただければいいんですけど、お金とかよりも考えですね、本質、なんて、その人の雰囲気、その方々の雰囲気、考え、マインド、もうそこを本当にね、盗みたいというかですよね。もうそのためにちょっと実は出てきてるところもあるんで、ここ1、2年、3年の短いターンの、利益とかじゃなくてそこを狙ってきてますんで、ちょっとねどうしても欲しいですね、やばい、もう1時ですね。ちょっとさ、今日はもう先に行っとけばよかったです。明日も夜が遅いから明日も早めに先に行っとかないと。1時から行ったとして、今からピークだと、まあどんなに早く行っても上り帰りで1時間2時ですね。本質をね捉えられる男になりたいですね、本当に。ビジネスモデルとかそういうとこじゃなくて、まあビジネスモデルに関してもそうなのかな、上上げだけじゃなくて本質を捉えればね、根元のところから、そうすればまあ何でも成功できると思うんですけどね、私が思うに。なんでやっぱりお金がいくら欲しいとかじゃなくて、本質、コアな原動力をなんとか掴みたいですね。今1時20分です、夜、深夜か。これからオールドピークロード登ります。結局40分ピークまでこんなにかかりました。ちょっと今日急いだつもりなんですけど変わらないですね。1時40分です。まあさすがに誰もいないですね。1時40分、もしかしてレストランで閉める作業とかやってるんですかね。1時40分ピークです。これから計算して多分ちょうど2時ですね。1時40分ちょっとで着きますけど、2時には着かなくて10分遅れで、多分2時10分あ、じゃないの、15分だな、2時15分に着きますね、多分これ2時15分、だから下りで40分から2時15ってことは
20分やっぱ30、まあ40分ぐらいやっぱかかるんですね、下りもね、うん、急いで行って帰ってきてちょうど1時間急いで行って帰ってきてちょうど1時間15分ですね。本日の一本です。今日もこれで寝ます。松永日本です。